ディノアズは株式会社ザイマックス関西が大阪府八尾市の近鉄八尾駅前で運営するショッピングセンター。2017年2月28日に閉店した西部八尾店の建物の管理、運営を受託していたザイマックスが2017年9月15日に開業した商業施設。建物は八尾市の地元企業2社の所有となっている。 2017年3月1日から再オープンまでの半年間は八尾光町駅前ビルとして営業していた。当店は大阪市北区に本社を置くザイマックス関西が店舗開発、運営を行っている。リニューアル時に西武百貨店は撤退したが、西武時代から続投するユニクロ、ロフト、エディオンなどのテナントや各種小売り、サービス店舗をはじめ、食品販売、 飲食店がテナントとして入っている。公共的な窓口としては、就労支援を行う、ヤオ氏、ワークスペースがあるほか、2018年8月8日には、地元企業の新製品開発などを促す、オープンイノベーション拠点、ミセルバや、オが8階に開設した。前身の西部ヤオ店は1981年5月に開業し、売上高は1991年度に、 約383億円となったが、2015年度には約155億円に低下し、2017年閉店に至った。リノはハワイ語で光る、輝く、結びつくを意味し、AS は日本語の明日を組み合わせた造語。広報、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。